吉沢嘉代子、ミューズ初回版、シンガーソングライター吉沢嘉代。このサードシングル、ミューズ、6月13日発売ミュージック。ビデオが公開され、ジャケットに続いて、安達祐実が主演して、いることが発表された。新曲、ミューズは、吉沢嘉代子の、人。生の傷跡を肯定するような歌を書きたいという思いから作られた。サビで、輝きは、傷の数だけ歪な傷跡が乱反射したと。歌われる、戦う人の美しさを称えるアップテンポな楽曲だ。ミュージックビデオでは、ジャケットに続いて、安達祐実が主演。し、日々、自分自身と戦いながら、練習を重ね、大舞台で踊ることを。夢見るダンサー役を熱演している吉沢嘉代子は5月26日4時タワーレコード難波店18時 HMVA での予約イベント発売日6月13日19時タワーレコード支部谷店でのインストアイベントが決定している。記報の通り、6月16日、17日の2日間にわたり、東京国際フォーラム C にて、スペシやるコンサート、吉沢嘉代子の発表会と題したワンマンコンサート、両日ソールドアウトも開催予定だ。また、ミューズの先行配信が5月30日より一斉スタートする。